皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。今日は2月1日ということで、1月を振り返ってどうだったかということについてお話したいと思います。今年の目標を立てました。それは1日1度の公開と、ね、こういう目標を立てたんですけど、これはできたかどうか。これはほぼできました。このほぼっていうのは、実は公開できなかった日が1日ありました。それはなぜかというと、 SD カードのリーダーが壊れてしまって、カードを読ませようとしたら保存してあった動画、これが消えてしまったんですよね。これには私もびっくりしました。で、困って次の日即PC の専門店に行って、外付けのカードリーダーを買ってきて、また動画を撮り直して、翌日動画アップしました。このため1日だけ動画の公開できなかったんですよ。まあこれはアクシデントなので許してもらおうとして、それを除けば公開ね、1日1動画公開できたということで、これはまあ達成したと言わせてください。それから動画が少し変わりました。少しだけ編集するようになりました。それまでは動画撮ったものをそのままアップして公開していたんですけれど、BGM をつけた、それから最初の部分ね、ここの部分を編集してあります。BGM つけた理由なんですけれど、この私、報徳学院という学習塾の教室でこの動画撮影しています。すぐ横が結構交通量が多い道路なんですね。そのため大きなトラックなんかが通ると、その音がどうしても入ってしまって気になるということで、それをなんとかするために、編集して BGM を入れるようになりました。で、 BGM も学習動画の方は、うっすらと入れて、まあ、日記の動画やなんかはちょっと大きめに入っていると、そんな風にして編集しています。まあ、その部分が以前と変わった部分ですね。2月もこのまま、この予定で動画投稿を進めるつもりですので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。今日は1月の反省をしてみました。ではまたお会いしましょう。さようなら。